おぉ、あ、それ乾くなの。おぉ豪快。豪快だね。うん。え、全然読めない。すごいね、これ。あ、おぉ、おぉ、出来上がってるやつ。おぉ、入れた。おぉ、おぉ、おぉ、え、あ、そういう展開なの。どういうか。これはなんか道のど真ん中ね。だなこれ。いや、こういうの好きだわ。すごいね。めっちゃ見たい。おお、うまいね。憲法みたいな感じになってた。ちょっと気にしてないよ。そう。車が気になりますね。車が。あ、油？そう、油の上から。マーガリン。美味しそう。いや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 。そう、これも。今回のテーマはこちらです。ずっと見ていられる調理風景。シリーズ企画の第2弾です。思わず見とれてしまう料理人の職人技、調理風景をご紹介してもらいたいと思います。まずはかなこさん、あなたのエントリー作品を教えてください。ハナムブアンというタイの伝統的なお菓子です。一度にたくさんのものを作る気持ちよさを見てもらいたいです。どうぞ。全く想像がつかないな、うん、なんだろう。カノブブアン。また屋台来ました。屋台ね、いいなこの感じ。屋台が楽しいね。もう車がまたまたエプロンだから。すぐそば走ってるよね。間違えてます。なんか薄皮なのかな。ちょっと大判焼きの皮が薄っぺらいみたいな。大判焼きみたいな。ほんと焼きクレープみたいな感じ。うん。焼きクレープ。今塗ってるのはクリーム。これはなんか卵からできた甘い。なんか目玉焼きみたい、かわいい。うん、かわいい。ちっちゃい目玉焼き。目玉焼き、卵。あ、味がなんかついてる。あ、食べたけど、ね、甘いってだけであんまり味がわかんなかった。でもなんかこう、ちょっとハサミつまんでみたいな感じなんだ。そう。美味しかった。パリッとしてて、なんかルマンドの皮みたいな。なんかすごい、パリパリパリ。ああ、れるような。うん。こんなのがもう至るところにあるんですね。はい、至るところにあります。楽しそう。おい、日本円でいくらぐらいなんですか、さっきの。1ピースで3バーツだったから、10円ぐらい。へえ。安いな。安い。だったら買った方が材料買って、ね、労力と効率を考えたら買った方が、うん、そう。いいな。楽しいよ。うん、マスク剥がれて。本当だ。いいな本当に。今日ということ。特殊で。はい、ありがとうございます。では続いて翔子さん、あなたの次のエントリー作品教えてください。あの、私が魚をさばいてる動画なんですけど。来ました自撮り。来ました自撮り。はい、はい、そのお友達のために作ってた動画なので、そのなるほど、結構適当さが際立つんですけど、あのどうぞご覧ください。20センチぐらい。浮きジャケっていうんですか。はい、これは
これ5キロぐらいになる。うわ、でかいよな。すごい、もう乗り切ってない。あ、そうそうなんです。本当だよね。うわ、すげえな。あ、でもすごい綺麗な鮭。いや、これちょっとね、シク目線でね、お二人にはちょっとどう見えるのかね。ラウンド状態の。ひろこさんとかあります、それぐらいの。お魚さんには、ね、売ってるんですけど、なんかお魚さばくことはできないので、さばける女性は尊敬します、うん、見た？見える？トキコが、うわ、すごい。え、やったー、めっちゃ大当たりだ。いくら？ほら、うわ、すごい。これってやっぱさばいてるときわかんないの？わかんないですね。まあ、開けてみて、めっちゃ血が出てる、うん、当たりだったって。当たりなんだ。おー、はい、お魚は外から見るとオスメスはわからないんですね。わかるやつもあるんですけど、これはわかんなかったです。そういうもんなんだ。てっきりしょうこちゃんわかんのかと思ってた。いや、わかりません、わかりません。わかんない、わかんないよね、どっちがオスかメスかなのか。はい、わかんないです、そんな。ね、いや、だからしょうこちゃんがテンション上がってるってことはわかんなかったんだと思って。そうです、これはわかりませんでした。なんか柔らかいの種類が違う。これはなんかサクサク切れる柔らかさで、鮭はこうちょっとギコギコしたら。これ、俺もあんま経験ないからわかんないんだよな。弱くなっちゃう。ん？から弱いからボロってなっちゃうけど、これはそうはならない感じのサクサク。さばけるって、さばける人は包丁入る柔らかさ、特殊な感じがすごい。え、綺麗。じゃん。あ、うまくいった。おお、素晴らしい。あ、いや、素晴らしいね。素晴らしすぎるね。いや、これはお二人に聞きますけど、どうですか？いや、素晴らしい。素晴らしいよね。うん、無駄がない。ありがとうございます。なんか。ひろこさん、いかがでした？いや、もうただただ感心ですね。あの、私、医療系の人間なので、やっぱああいうのとかさばき始まったりすると人体を連想しちゃうんですよ。はい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 、で、まあ、ね、血液とかなんか、はい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 、ちょっとね、苦手なんですよね。あ、ダメなんですか。あ、さばくのはちょっと苦手かもしれない。でも普段血とか見るのは慣れてるってことですよね。血ね、私口腔内の口の中の血だったらあるけど平気なんですけど、うんうん、他の血はね、苦手なんですよ。そうです。いや、でもね、確かしょうこちゃんさばいてるの若干内臓感がね、あ、血がやっぱ出てくんなっていう。苦手な方はちょっと苦手かもしれないですね。あ、でも素晴らしいでしょうこさん。素晴らしい。いえいえ。あの2つは豊洲で買ってきたお魚で、尻尾とかが飛び出た状態で電車乗って帰ってます。 あれどう思って帰ってんの？なんか巨大なバッグみたいなのに入れて、あの、いや、普通にいつもビニール袋に入れてもらって、氷と一緒に入って若くて可愛い子が魚一匹電車で持ち帰るって、ね、今日しないの。いやいや、なんかあの人魚の尻尾飛び出てるなって見た人は。あの、今のお魚を一匹丸々、さばいて、例えば頭とか尻尾なんかスープにするとか使ったりするんですか？鮭とかは捨てるところがないって言われてる魚なので、できることはできるんですけど、まあ、身以外は捨てちゃいますかね、骨とか。あんなにいっぱいあるので、ちょっと身が大変できるの、出来上がるので、ちょっとその他の内臓系まで食べるっていうのはなんかこうちょっと大変だなって思っちゃって。なるほど。さばくの時間どれぐらいかかりました？はい、あれ時間的に全部さばく。どうでしょう、10分ぐらいじゃないでしょうかね。10分15分ぐらい。はい。
あ、でもそれぐらいか。10分ぐらいか。はい。やっぱ結構かかっちゃいますね。うん、私もじろじろ見ながら楽しんでやってるので。構造つく。構造ね。構造見ながら、ああ、楽しい。あの、あれは楽しいんだろうな。そうです。卵出るところとかなんかも結構じろじろ。あ、卵ね。ラッキー。ラッキーでした。はい、ありがとうございます。では、続いて、かなこさん、あなたの次のエントリー作品教えてください。はい、私が大好きなソムタムというサラダです。まるで音楽を奏でるかのような調理風景をご覧ください。おおあなるほど。かわいい。防災マナーを言うよ。ナンプラー。うん、ナンプラー。うーん。これも屋台ですか？屋台。いいなぁ。まな板使わないでね、サクサク作ってくれる、うん、あまな板代わりなんあ、これはこれソムタムあ、違う違う、パパイヤあ、やっぱりパパイヤパパイヤのサラダをソムタムと言います、こっちでは、かわいい。うん。はい。ファイヤーって味が染み込みづらいので、叩いてこう味をなじませて。ああ。どういうことなんだ。あ、美味しそう。はい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 。見た感じだと。結構潰してるように見えてくちゃくちゃなんのかなと思ったんだけど、うんうんうん、あ、むしろ味を染み込ませてるんだ、あれで。そうなんですよ、最初に唐辛子とかニンニクとか潰して、で、こう調味料入れた後にこのパパイヤ、まあえていく、うん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 、で、あの大きなの壺じゃないとこうなかなか強く叩けないから、あれ結構強い、なんか軽くやってるように見えたんですけど、結構強くやってるんですかね。強いです。で、あの棒もすごい重いから、その重さでどんどん潰れるし、なるほど、へえ、そうなんだ。ねえ、しょこちゃんどうでした？あのパパイヤ出てきた瞬間、これはまどかさんの好きなあの食感のやつだと思って、ね、あのシャキシャキ感がすごく好きなやつね。ないからな、こっち、こういうのは。ひろこさん、いかがでしたか？あの、青パパイヤって、普通のパパイヤと違うんですか？パパイヤは、あの、もっと熟したやつ。で、青パパイヤは、その熟す前の、前の、やつをサラダにしちゃう。うん。そっか。なるほど。こういう状態のことか。品種の違いじゃないのか。ちょっと、熟す前のやつってことなのか。そこはわかんないな。そうなんだろう。うん、このオレンジのやつがパパイヤですよね。パパイヤね。あ、じゃあこの青いパパイヤはそのまま食べると味が青臭い感じってこと？うん、そう、味付けしないととてもじゃない。あ、そのままダイレクトにはいけないんだ。なるほど。美味しくないかな。食べれないことはないと思うけど。うん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 、勉強になりますね、いろいろ。これ見てるだけでね。なんかすごい美味しそうにまた見えるんだよな、あれ。もう屋台いいな。あれ美味しそうに見えますよね。楽しいよ。うん、あれいいよな。やっぱタイはやっぱいいですね。ちょっとやっぱり、うん、やっぱ楽しみが一つですよね。作る工程見てんだね。うん、うん、本当いいな。はい、ありがとうございます。早っ早い、はい、カレーの汁とこれつけてめっちゃ美味しい。
は私の旦那さん最初のデート、うん、モスバーガーで。あ、そうなの。ダメよ、ダメ、はい。寿司職人と付き合った時寿司バーガー食わされて嫌になったって言ってたじゃん。そうだった、そうだった。うん、なんで毎日毎日寿司バーガー食ってなきゃいけないんだって。覚えてない、覚えてない。俺は覚えてるよ、